はい、どうも、みそでーです。今回、コンクエストでね、ペチネグを使っていこうと思うんですけども、このマップはですね、比較的ね、近接戦が多いですよね。で、まあ、そういう、近距離の敵に遭遇した時にどうするかっていう、ということでですね、このマップをね、あえてペチネグでやろうかなと思います。で、あえて、こう、近距離戦をね、戦ってみようかなと思います。これは負けますね。あげましょうかね。よいしょ。よいしょい。痛い。痛い。降りよう。別に参考にならないですね。ちょっと医療キット欲しいな。ああちょっと遅かったね。ああ遅いね。よしやっちまいな。やっておしまい。あ、医療キットくれた、ありがとうね。できた。ああ今度は敵が上に上がってますね。休憩何もしとらんぞ。これ動かそう。あーこれで私の仕事はもう終わりだ。アタッチメントを先に紹介しましょう。はい。これは1倍の、なんていうんですかね。サークルドットレティクルっていうそうですね。はい。で、ブースター。対して使わないブースターですね。まあ、レーザーサイトでもいいと思いますよ。で、フラッシュハイダーにジャガイモ。まあ。迷うのは、迷うというかなんか違いが出てくるのって。一番大きいのはやっぱり、バレル系じゃないかなと思いますね。さあい、さあい。さあい、さあい。えへい。見えてないですからね。やい、鬱陶しい。さっきから鬱陶しい。やめて、やめてくれ。弾しかねえよ。金っていうね、金って言ったね。もう一回やる。弾出てこい。
言わないわ。ここでチクチクやって、やってる間に味方に上がってもらうと。乗り物が来ちゃったけど、気にしない。いびきしますとね、だいぶ抑えられますので、まあ無理に、ちょっと怒ってますね。このね、ハンドを抑えるように、右スティックを動かすよりも、まあいびきした方がいいんじゃないかなと思います。左右上下どっちも厳しいのでね、上手い人は、抑えられると思うんですけども、無理に、右スティックで、なぜこんなとこから湧いた。右スティックで、抑え込む必要はないかなと思います。結構スナイパー多いのと、あ、味方の方が減ってる。まだこれからだと思うんだけどね。味方がね、バラバラですね。いるところがね。デルタ守りましょうか。ありがとうよ。よし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 。弾だね。弾だね。よし。よし、チャーリー取っちゃおう、チャーリー。あ、もうそろそろここ、壊れそうだね。こっちから来るね。デルタが何か車がいた。まあそうそうね、これが崩れると思うんだけどね。私が行こう。 OK、 クリアだ。おっと、あ、来た。弾を上げよう。よいしょ。どうだ、どこにいる。あっ、もうここにいるね。
ピッて言ったじゃん。また強いですね。よし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 、味方は取りに来たよ。取れるよ。わっ、なんだなんだ。あ、すまん。よし、取れるまで待っとう。弾を入れとくよ。チャーリーが無力化された。しろて。おっと、どうだ。いるね。まず素早く逃げます。テイトに投げた。ありがとう、ありがとうだが、まず近距離の戦い方の解説を何らしてない。そうですね、何にもしてませんけど、まあ基本的には自分から突っ込まないってことですかね。やられてますけどね。大丈夫ですかね。あは、ヘッドショットを狙いすぎて外すということもね、ありますからね。なのでそこはね、うまい具合にやっていただくと。おっと、おっと、もうちょっと前行ってほしいな。私は横着なんだ。よし、お、うまい。え、何この棒。はい、あっ、あ、上か。お、素敵素敵。やっておしまい。ドーンと。よーし。それを見ている私。手伝え。どこ行きましょうかね。取っちゃいますかね、チャーリー。取っちゃおうかなーと。はい、さよなら。チャーリーを無事確保した。よし、チャーリー取れたね。あっ、来たね。パラシュートの音。結構押し込んでますね。さっきまで負けてたんですけどね、完全に。
上かな。さあするか、頭か、よいしょ。久々に出たね。後ろにもいるね。上か、上だね。あ、さっきの人まだ生きてるのか。この上ね。あっ、来ましたね。結構来ましたね。よし、格好決めました。よし、よし。もう一丁負け。あーっと、なぜ。よし、そう。いっぱいいるね。無理だね。だからグレネード掘り込んでからね、突っ込めとね。あれほど言ってんの。何してる、何してる。来ました。とね、腰ダメで撃ち続けるのはやめましょうね。決して腰ダメの精度は良くないので、腰ダメからね、ADS に持っていくと、そういう使い方しましょうね。うん、めっちゃ上にいますね。ね、降りていかないとね、取れないですよ。降りないとね、取れないんですよ、実は言うとね。チャーリーの無力化に成功。出せー。言いながらね、上にいてくれたらね、ずっとここから分けるんですよね。向こうが取られてますね、デルタが。なんでこっち来ますよ。おっと、いっぱいいますね。ね、取れるんですよね、こっちから行ったら。こういうことができるんですよね。あんまり決まらなかったですね。C4 とかの方が良かったですかね。バカスカ撃ってる間に考えるんですよね。あ、 C4 使うかなーって。いや、使ってる間にやられるかなーって。動画的にあまり面白くないかなーとかね。さて、この上取りましょうかね。デルタ取っちゃいましょうか。おー、ありがとうね。弾あげる。おっと、よし。色欲しいですね。弾置いとくよ。
結構こっちが大変なことになってますね。後ろ入れてるね。入れてるよ。こっちから行こう。行こうか。これね、デルタがね、取れる位置は結構微妙なんですね。あー、いた。スポットしようとしてね、ああなっちゃうんですよね。あれは本当に嫌ですね。おっと、え、どこにいた？伏せてる？ああ、ここいたのか。なぜなぜあれほどしていたのに全部取られておる。あ、取られてるのにね、やっぱり上に居続けるっていうのは良くないです。ここから分けると言ってもね、これ敵いなくならない限り取りに行けないですからね。デルタが無力化された。戦車来てますね。あ、入ってる。お、戦車いた。うまいこと当たったな。サザートビート、フラッシュまだ伸びますね。取れない、やはり取れない、無理だ。そろそろ、よしよしよし、取れてる。あ、聞いた。リロードエンド。今負けましたね。途中いい感じだったんですけどね。
まあ参考にならない動画ですよね。まあ敵が強かったってことですかね。50キル以上してるのはね、いますもんね。そうですね、もうちょっと参考になりそうな動画をね、次回はぜひ撮れるように、頑張りたいと思います。まあ、後付けじゃないんでねこの辺が限界かなと今のところはね思います。はい、では。